くんです。どうもこんにちは、ジャン君です。さあお出かけしましょう。聖地にやってきました。どこ行ったんだジャン君は。人生で一回はね、通っといた方がいい絶対。あもうお出かけね、いろんなとこお出かけしてね、いろんなもの食べて、いろんなものを見て、一番有名って言っても過言ではない、あの名シーン、あの名シーンね。まさかね、ジャンごめんなさい、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、もうすぐ茅野市か。寒い。
よし、こっちも一休みするとしますか。どうもこんにちは、ジャン君です。さあお出かけしましょう。冒頭の映像見ていただいたと思うんですけど、もうねお分かりの方もいらっしゃると思うんですけど、そうです、僕は聖地にやってきましたということで、すごいテンション高いでしょ。いつも以上にテンション高い。冒頭もねいつも以上にちょっとねこだわってみました。ゆるキャンのねファンの方ならね、うわーいいな、来たのか、そこ行ったんだジャン君はって感じになります。はい、ということでね、あたりは真っ暗になってしまってるんですけど、あの真っ暗というかね霧なんですよね。一面霧だらけ、やばいから、霧やばいから。これちなみにビーナスラインってとこで、道の駅の名前は霧の駅っていう道の駅なんですけど、霧の駅、まさに霧です。はい、こういう感じで一面霧です。一面霧、はい、お分かり、やばいんすよ。ついにね来ました、ここまで来ました。単行本だと3巻と4巻とかそのあたりなんですけど、島凛ちゃんが一人でね原付でここまでやってきたんですよ。そしてねその地にね僕も足を踏み入れました。おめでとうございます、ジャンコおめでとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。ゆるキャンのファンの方は分かると思うんですけど、多分ねゆるキャンの中で一番有名なシーンって言っても過言ではない、そのシーンがこの地で、この地でね描かれているんで、それねちょっとね、まあ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 お楽しみにしといてくださいよ。てかさ、真っ暗だしめっちゃ霧だよね。実はこの後キャンプをね予定してたんですよ。漫画をね見た方はもうご存知だと思うんですけど、高ぼっち高原っていうねところでね、りんちゃんがキャンプをしてるんですけど、そこにねちょっとキャンプしに行こうと思ってるんですけど、ちょっとね霧がひどいのと、今ね17時なんですけど、日の入りがね16時半ということでね、もう真っ暗なんですよね。はい、真っ暗なんで、今日ねむちゃくちゃね空が晴れてて快晴だったんですよ。雲一つない、なのに着いたら霧でね、どうしようって悩んでたら、はい、日の入りということで困っております。はい、そうこうしてるうちにねジャン君のね顔すらね見えなくなってると思います。はい、マスクだけかな、あとサングラスに映るこの光、何の光か分かんないけど、霧で目の前全く見えないけど、なんか光ってる、なんか光ってるのが唯一ね、唯一皆さんにお届けできてるかなと思うんですけど、すごいでしょ、これ暗いとかじゃないの、霧なんだよ、やばいわ、霧やばい、さすが霧の駅だね本当に。ということでね、ジャン君はゆるキャンの聖地足を踏み入れました。まあこのゆるキャンシリーズね大人気なんでね、まあ、引き続きやっていこうと思います。長野県ね、いいね、長野県も進出初かな、長野県初、ジャン君長野初、イエイ。何も映ってないな、まずいな、ちょっとねだいぶ暗くなってきたんで一休みでもしますわ、一休みします、道の駅なんでね、はい、目の前道の駅なんでちょっと道の駅行ってきます。いやー楽しいよ、何も映ってない、面白いぐらい何も映ってないけど、なんかね結構やっぱ聖地なんで何人かこの時間でも来てるんですよ、なんかいるよ、結構いる、ゆるキャンファンがいる。あのねみんなゆるキャンむちゃくちゃ面白いから本当におすすめ。1月9日かな、実写版でゆるキャンが再スタートというかね始まるんですよ。それあれちょっと待って、やばいぞ、えマジ見えるかな、霧の駅なんですけど、見えないだろうけど、真っ暗で見えないけど、はい、ということでね自販機の前、明るいところでねちょっと撮影してますけど、さっきの見ました、さっきの霧の駅の建物なんですけど、閉まってたんですよ。でね調べたらなんとこの道の駅の霧の駅なんと廃業してました。まさかね道の駅が廃業するとかある、道の駅、道の駅だよ道の駅、みんなが楽しみしてる道の駅がそんな状況になってたんですよね。ね漫画だとね本当はねここの霧の駅でりんちゃんがねポルシチを食べるんですよ、ポルシチとキャラメルマキアートドリンクセット、これね頼みたかったんですよね、やってないんですよね、廃業なんですよね。すごくねいいとこなんですよ実は、ここビーナスラインって言ってすごいドライブするのに最適、もう景色がもうこんな感じ、こんな感じのね、はい、そうです、3回ぐらいやったかな今、オーシャンビューなんですよ、オーシャンビュー合ってんのちょっと分かんないけど、
すごくね景色がいいところなんですよ。本当にむちゃくちゃいいところ、ドライブしてほしい、ぜひ。でね、観光にも来てほしい。で一回はね、人生で一回はね通っといた方がいい、絶対。長野県ね、空気がきれい、むちゃくちゃきれい、道中もねやばいから、本当にやばい、素敵な場所です。ということでね、皆さんがね、あの観光しなかったせいでこの道の駅はね廃業に追い込まれたんで、多分ね、はい、皆さんにも責任があると思うんで、まあ今後ね、まあ今回しょうがないんで、今後反省していただいて、はい、ぜひね皆さんもお出かけね、いろんなとこお出かけしてね、いろんなもの食べて、いろんなものを見て、やっぱりね触れてね、実際ね触れないとね、その素晴らしさっていうのはねなかなか分かんないんで、まあ今日ねその素晴らしさの一つお届けねできたかなと思ってるんですけど、はい、ぜひね皆さんも一度来てみてはいかがでしょうか。今日ね短い動画で終わっちゃうかな、うん、終わっちゃうかな、これで終わるかな。まあね、本当はね高ぼっち高原登りたかったんですけど、多分さすがに暗いよね。また次回にするわ、高ぼっち高原は次回登ります。また感想を教えます。ただね、ただですよ、まだ終わりじゃない。もちろんあの漫画ゆるキャンの一番有名って言っても過言ではない、あの名シーン、あの名シーンね、まさかねジャン君が撮ってないわけないですよ。はい、任せて、皆さんぜひ見たいと思うんでね、その映像がこちらです。返事がないけど、見えてるよな。はい、ということでね、ご覧いただきましたでしょうか。あのね、皆さんが期待してた、多分期待してたでしょう、アニメゆるキャンの名シーン、多分ね一番ね、一番有名っつっても過言ではない、その名シーンをね、まあね、僕がね撮らないわけがない。あれ誰もがね一度はねやってみたい、一度はねもうみんな真似してますよね、絶対真似してる。それはね、今日長野県まで来ました。そして実際にね、自分のね足で、自分の手でね、こうやっておいおいって振ってね、いやー素晴らしい。暗いし霧だし、まあ天候もねちょっと関係してくるんですけど、もうあそこに立つとね、もう天気なんてあんま関係ない。はい、ということでね、ぜひライブカメラのね、この名シーンやりたいって方はね、概要欄にね URL をね貼っとくんで、そこからアクセスすると一応ライブカメラの映像が見えるんで、ぜひ皆さんもね一度やってみてはいかがでしょうか。本来ね昼間に来るとそのビーナスラインもねすごく、まあ、車で来るとねむちゃくちゃ気持ちいいんで、ぜひ皆さんも一度お出かけしてみてください。ということで、ご視聴、あ、影になっちゃった、もう一回行くわ、行くよ、はい、この辺ね、行きます。ということで、ご視聴ありがとうございました。さ、次回予告、うわー、やばいでしょ、これ見て、この絶景、いや、ついに来たよ、ついにここまで、この地に降り立った。暗いぞ、階段、なんだこれ、うわ、もう目の前が3、2、1